はい、ゴジラマイナスワンのネタバレをしたいと思います。まあ、ちょっとね、気づかなかったんですが、ネットフリックスで英語版が、英語吹き替え版が公開されていたということでですね。まあ、最後のセリフはね、変わってるらしいんですよね。コウさんの戦争は終わりましたか っていうね、あの、ゴジラ細胞にね、取り付かれた方がね、おっしゃられていたんですが、それがネットフリックスの英語バージョンでは、この戦争はやっと終わるのというふうにね、買ってたらしいんですね。ちょっとネットフリックス入って確認しようと、確認しようとしたんですが、えー、なんか、英語版はなんか、日本では見れないみたいなんですね。出てこなくて。で、iTunes にもあるってことだったんですが、iTunes でも出てこなくて、まあ結局、あんま、 フラーの日本語版しかないみたいなんですね。なんで、ちょっとこれ確認できなかったんで、まあ YouTube ベースのまた劇ということになるんですが、このセンスはやっと終わるのというセリフになってまして、これがまあ一部、一部でですね、ちょっと酷評というか叩かれているという状況になってまして、原作改編ってやつですよね。 で、私はこのネットで言われてる、えー、YouTube でね、言われてるようなことの真逆の意味で、この改変はすべきではなかったと思います。そういうお話をしたいんですが、このゴジラマイナスワンっていうのは、日本でも賛否が分かれておりまして、賛の人の方が少ないんですよね。で P の、P の方はじゃあ何なのかっていうと、まあこれは非常に分かりやすい映画がありまして、それがゲゲゲの鬼太郎、鬼太郎誕生、ゲゲゲの謎。 っていうのがありまして、まあこれ見ればね、すぐわかると思うんですが、山崎隆史館とか、そういうものが逃げてるんですよね。戦後の国体五字とかですね、それから財閥とかですね、まあ戦争やってやつですよね。 国そのものから、ま、逃げてるわけですね。え、天皇も出てこないということなんで、えー、ま、どう見てもおかしいわけですよ。日本人がひいきめに見ても、日本政府は出てこないし、天皇は出てこないし、その特攻隊員の人がトラウマ抱えてて、なんか、戦争の反省とかないし、みたいな感じで、まあ、これ公開できないんじゃないかな、全世界に行ってね。私は思ってました。え、そして、え、アメリカで先行公開されてるわけなんですけど、 けどまあ、そういったヨーロッパでもね、されてると思うんですが、それはまあマニアがね、見て、絶賛してるという、まあ日本と同じ状況だと思うんですが、これグローバルに展開した時に、なんて身勝手なね、国なんだ。なんて身勝手なんだ、山崎隆は。っていう風にね、それでこれを喜んでる日本っていうのは、なんて、もうさっきの戦争の反省とか何もないんだろう。っていう話に、ね、なりかねないというか、まあなってますが、まあそれは日本国内でも言われてたわけですね。ただ、ゴジラ、 好きの人の、ゴジラ好きの人の圧というか声が大きいので、そちらの方はなかなかこう取り上げられないんですが、大方の見方からするとゴジラマイナスワンは映画にもなっていない。まあそれはまた違った違う意味ですね。はダメということですね。ダメ映画と。そして映画的にも映画にもなってないかなって私は思うんですが、本質的なところですよね。ゴジラたるゆえんみたいなものが全く描けていないということですよね。でまじゃあ なんでゴジラでやったんだっていう話になっちゃうわけですよね。そこを抜く,抜くとですね。だからま、ただ単にゴジラっていう、ま、そのブロックバスターっていうか、ま、チェーンですよね。を使って山崎隆史が三丁目の夕日みたいなものを作ったと。スターウォーズみたいなものをね、まあ、ゴジラでやったということであって、全然ゴジラが退治すべきね、天皇とか、それから国体ゴジとかですね。それから、あれですね、新中軍とかね。 アメリカとかソ連とか、そういうものに全く背を向けて作っていて、まあ、かなりゴジラ映画としてみれば、まあ、批判されるべきものだと思いますね。そして、その中で描かれている、その日本人の戦争感ですね。太,太平洋戦争感ですよね。日本人の中にも今大東亜戦争というふうに、ね、言われていう人も、ね、いて、教科書にまでなってるわけなんですが、そういう流れに沿って、えー、このゴジラ さんは作,れ作られていていこれが果たして全世界でこれ公開してこのまま公開したらですねどうなっちゃうんだろうってね思ってたんですが、まあ、ちょっとね英語版の方をットフリックスで全部見れてないのでしかも見れたとしても英語力がねないんでニュアンス的なものはもう人に頼らざるを得ないんですが最後の浜辺美波さんの「 この戦争はやっと終わるのというふうなセリフになっているっていうことは、これ全編的に見てですね、この戦争、ゴジラの戦争のメタファーがですね、太平洋戦争ではなくて、ゴジラとの戦争というふうに置き換わって てるんじゃないのかなと推測されますだから太平洋戦争が終わってゴジラという戦争がまたやってきたというふうにしてるんじゃないのかなと思われるんですねだから戦争は2回目第二次世界大戦が1回目というふうに四季島たちが経験したとすればゴジラは第2回目の戦争であってその戦争が終わったんですかっていうふうに浜辺美奈さんが聞いてるというそういう感じにこうなってるわけですね で、山崎隆の方は、第二次世界大戦は終わっていなくて、なぜ終わってないかといえば、それは敷島自体、それから日本の戦争の生き残りの兵士たちが、みんなトラウマを抱えていて、そのトラウマを解消するために、今度はゴジラという戦争に敵に勝つと、要するに太平洋戦争のやり直しをしようとしている物語だっていうことが、ゴジラマイナスワン。 の大きなテーマになっていて、これはさすがに勝手すぎるということですよね。まあこれがギギギリの鬼太郎のギギギの謎でも同じことが描かれていまして、ゴジラマイナスワンとセットで見るとむちゃくちゃよくわかると思うんですが、いかにこのゴジラマイナスワンが危険な映画なのかっていうのが、危険というかひどい映画なのかっていうのがまあね、わかるわけですよね。 なんで、まあこれは、やはりこのまま公開できないというふうに、まあネットフリックスさんなり、まあ誰かが踏んだのかなと。まあニュアンスをちょっとずつずらした。 ような気がするんですね。なんで、個人的なトラウマを解消するために、ゴジラに勝つということで、第二次世界大戦で負けたということを、実は負けてなかったんだっていう歴史修正主義にしたいという、日本人の戦争を第三系っていうんですかね。その戦争をもう一回やりましょう。やって勝ちましょう。その宇宙戦艦ヤマトもそうだと思うんですが、あの時もっとうまくやっていれば勝てたのに、 っていうね、まあそういうコンテンツだと思うんですね。まあ山崎隆監督も安野秀明さんも宇宙戦艦ヤマトが大好きということで山崎隆監督は特に宇宙戦艦ヤマトをやりたいというふうに言ってらっしゃいまして、まあ、宇宙戦艦ヤマトっていうのはまあ第二次世界大戦やり直し物語のヒットなわけですね。なのでこれ普通にこ,れこの映画をですね、まあ、特に日本が侵略した地域で描けるにはどうなのかなと。 いうふうにはね、思われるわけですよね。で、まあ、ネットフリックスさんが考えたのは、まあ、ゴジラっていうのは、ま、新しい戦争だっていうふうにして、そしてその戦争は終わったのか、勝った、決して勝ったのかではなくて終わったのかっていうふうにね、ずらしたということですね。本当は、四季島たちはゴジラに勝ったわけですよね。 ゴジラに勝って戦争を終わらして自分たちのトラウマ。の本当は何かっていうと、えー、戦争に負けたというトラウマですよね。なんで戦争第二次世界大戦に対してあの映画の中では第二次世界大戦の反省はないんですよね。 こんなに清々しい映画もなかなかないんじゃないかっていうぐらいないわけで、そこがやっぱりこの全世界にかける映画としては非常にヤバい映画だったんじゃないかなと思います。なんでネットフリックスさんはそういうふうにずらしたと。 思うんですが、それに対して、賛否両論というか、非がほとんどですよね。知ってる人はね、勝手に変えるんじゃないと。意味が変わっちゃうぞと。で、確かにその通りで、わざと意味を変えてるわけですよね。何も知らないで変えてるわけではなくて、意図があって、ま変えてるわけですよね。で、私は原作がどうのこうのとか言う前に、作品なんですから、そのまんまやるべきだ。そのまんまニュアンスを変えないで、全世界に配信するべきだと。 思います、えー。なんで、コウさんの戦争は終わったんですかみたいな感じで終わらせた方がいいと思うんですね。そして、それによってですね、このゴジラマイナスワンが叩かれて、ま、世界からですね、なんて日本人は身勝手なんだっていう風にね、ま、叩かれて、そこまでがこのゴジラマイナスワンの映画のセットなわけですよね。こんな身勝手なね、映画はないと。身勝手な日本人はないと。日本人は結局あの戦争で、えー、勝ちたかったのかと。 そして今でも勝ったと思ってるのかっていうね、そういう風な論争というかね、そういう議論が巻きを起こるまでがね、ゴジラマイナスワンの宿命なのかなと思っていたんですが、そこをネットフリックスさんがですね、マイルドに変えてしまったということで、それは賢明な商業主義的なスタンスとしてはまあ賢明だと思いますが、それこそがまあコンテンツをダメにしているというものにもなっていると。 映画ならですね、そのまま映画として全世界に発信して、そしてぶったたかれるべきだと私はね、思いますね。ちょっと英語版が見れるよ、見れたらね、見たいなと思いますし、まあ、ちょっと英語がちゃんとわかる人と見てね、どういうニュアンスになってるかっていうのはね、わかったらまたね、お話ししたいと思います。